はい、それではね、ここから第2章の方入っていきたいと思います。はい、第2章は難関編ということで、マーチカンカン同率レベルに入っていくわけなんですけど、1章をね、まだ見てないっていう子もいるかもしれません。なのでここで1章のまとめの動画を見てもらってから2章に入っていくようにしましょう。では最後ね、基礎標準レベルのまとめに入りたいと思います。はい、現代文の重要な勉強の3つのポイントですね。読み方、現代文特有のキーワード、背景知識、この3つをどういうふうに鍛えていくかって言ったら、読み方の部分に関しては現代文の解放、はい、読める解けるルール36というもので、まあ基盤を作っていってもらって、はい、でその参考書で問題演習もやっていく。ただこれじゃまだまだ甘い、対比と論得対例というところが甘いから、そこを洗練させるために現代文読解基礎ドリル、はい、この2冊で読み方の定着を図っていきます。はい、で、まあ、それと同時進行に、やっていくのが、現代文特有のキーワードの勉強ですね。はい、でこれに関しては品質現代文重要語700というふうなやつがあるので、これに関しては意味をしっかり覚えていくように、はい、読み書きはついでに覚えていくような感覚で進めていきましょう。はい、で、まあ、その2冊同時進行でスタートして、まあ、あの現代文の解放と読解基礎ドリルまで終わったら、3つ目の背景知識の部分ですね、これの勉強もスタートさせていきます。でそれに使うのが現代文キーワード読解です。これは左側の、5個を先覚えてから右側の文を読んで、その時ようやく確してくださいね。で、まあ、ようやくのところ実際に自分で文章を読んだ時に、あ、こんな話やなっていうのを頭の中でまとめて、ようやくの回答例を見るようにしてください。はい、でこの3つの軸でもちろん進めていくんですけど、まあ、もっともっと読解法をきっちり洗練させていかないといけないので、入試現代文へのアクセス基本編と発展編の2冊を使って、どんどん評論文の練習量を高めていくようにしましょう。はい、でここの時は、設問の正答率とか気にしなくていいので、制限時間もいらないです。はい、でじゃあそこから、その2冊が終わって、じゃあいざ過去問レベルに取り組んでいくってなった時には、設問の正答率とかにこだわるために時間制限もあり、設問の正答率にもこだわるという形で、全レベル問題集のレベル3の、まあ、2コマ線参議院交流の過去問が収録されている問題集を使っていきましょう。はい、でそれが終わったら、いざ自分の志望校の過去問を扱っていくんですけど、はい、ただそれだけじゃ過去問の数にも限りある、ちょっと悪問が出てきたりするので、より論理力を鍛えるためにセンターの過去問を使いましょう。はい、これはセンターの国語の大問1ですね、評論文のところを使ってくれたらいいので、それでしっかり演習を積んでいってください。はい、それではね、2章難関編に入っていきたいと思います。はい、マーチカンカン同率のお話に入っていくわけなんですけど、ね、もちろんね、1章と同じ部分があります。そうですね、どこから分岐していくかっていうところね、はい、お話お願いします。はい、もうあの基本的にはその読み方を学ぶであったり、現代文特有のキーワード、背景知識を入れていくみたいなところの流れは全く変わらないです。はい、使う参考書も変わらないです。はい、で問題演習するところも基本的には変わらないです。はい、あの全レベル問題集のレベル3の、2等コマ線参議院交流の過去問が収録されている問題集を使うところまでは変わらないです。はい、ただまあここからいきなり過去問に行くと、ちょっとやっぱり問題文のレベルがパーンと上がったにもかかわらず、いきなり赤本の薄い解説に取り組むことになるので、ここにも一冊カンカン同率、マーチの過去問を使用した問題集を一冊挟んでおきたいんですよね。そうですね。はい、で、ちょっと、まあ、第一章の部分の大学ニットコマ線参勤交流とレベルがどう変わるのかといったら、ちょっと若干記述の入ってくる大学が多くなってきます。はい、そうですね。はい、まあ、40字50字の記述が入ってくるところが多くなるんですけど、まあ、その訓練もどんどんしていかないといけないです。はい、でそのために使用するのが全レベル問題集、同じくレベル3と同じように全レベル問題集のレベル4です。この問題集が基本的にはカンカン同率マーチの、まあ、問題集としては最後のやつになります。だからプラス1冊っていう感じなんですよ。うんうんうん、でまあ、あの文章の難しさみたいなところはやっぱりポーンと1つ格上がるんですけど、それよりも設問が難しくなるので、はいはいはい、どちらかというと、うん、なので、まあ、そこへの対応というところをしっかり意識するために記述の解説をじっくり読み込むことであったりだとか、まあ、学校の先生なり塾の先生なりに、まあ、そのなんていうんですか、添削をしてもらうことであったりだとか、うん、っていうのを意識しながら記述の精度を高めていくっていうのがほぼほぼメインになってきます。ただ記述の出ない大学ももちろんあるじゃないですか。うんうん、なんかそういう大学はもうただただ文章の内容が上がるので、しっかり論理展開を汲み取れるように、あくまで一番最初に学んだ読み方のところをぶらさずに読解をしていくっていうのを意識してください。でこの全レベル問題集のレベル4が終わったら、うん、同じように大学の過去問に入っていくんですけど、うん、これまた過去問の数に限りありますし、悪問がやっぱり出てきます。うん、はい、こんなの答え出えへんやんみたいな、どっちでもよくないみたいなものがちょこちょこ出てきたりするので、やっぱりセンターの大問1の評論文のところをやってほしいんですよね。本当に良質な問題が多いです。センターは論理展開も綺麗ですし、だからそこの部分で、論理を取っていく勉強を引き続きしながら、記述であったりだとか、その大学特有の出題のされ方、うん、あの空欄補充、接続詞の空欄補充、漢字だとかっていうのもしっかり対策していくようにしていきましょう。はい、
やっぱね第2章となるとカンカン同率マーチレベルですから、うん、あのさっき今井が言ってくれたようにその本文がめちゃくちゃ難しくなるっていうよりは説問の問われ方の角度がちょっと変わるっていうところのイメージの方がやっぱり強いです、うんうん、なので過去問をしっかり見て自分の行きたい志望校のね過去問を見てそれに対応するためにはどういう力を養っていかないといけないのかっていうのをちゃんと自分で考えてそこを埋め合わせていくように勉強してもらえたらと思います。それでは第2章の勉強法はここまでにしたいと思います。続いて3章に入っていきましょう。すごくいかつい名前がついてはいるんですけれども、はい、これは名著なので本当にこれの処方は矢田先生から。